全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、中地です。今回も道志の森キャンプ場にやってきました。今日ですね、最高気温が18度、最低気温が5度ということで、12月なんですけど、まあったかいっていう天気予報でしたが、やっぱ日陰は少しやっぱ寒い形です。いやー、やっぱり手袋は必要でしたね。ちょっと失敗しました。ちょっとこの風が強い中、ちらっと見たらなんか見たことある車があったので、ちょっと取材してこようかなと思います。それでは行ってみましょう。すいません、こんにちは。あ、じゃあご無沙汰しております。ご無沙汰します。久しぶりですね。2ヶ月ぶりぐらいですかね。そうですね。いやー、あ、視聴者さんが何だ何だって言ったらざわざわしてるんで、ちょっと増木さんちょっと自己紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、親父キャンプ飯というYouTube ドラマを、作ってます。増木正義と申します。あ、監督さんってことですよね。はい、いやー、親父キャンプ飯、多分あのタナチャンネルの視聴者さんも絶対見てるんです。いやー、もうそれであれですよね、シーズン3が始まると、はい、そうですね、もう間もなく、はい、いや、実はですね、タナチャンネル中地密着取材させていただいて本当に邪魔にならない程度でちょっと密着をさせていただいたんですけど、まあ、近日公開しますお楽しみに、ね、ぜひぜひ。結構びっくりされたんじゃないですか、現場の空気感というか。いや、そうですね。いや、最初僕一人であの現場に行ったんで、もうなんかそのドラマ撮影とかの現場って初めてだったんで、うわ、すごい、うわー、どうすればいいんだろうみたいな邪魔になんないようにどうしようかなみたいなのがすごいあったんですけど、これがあのドラマになるんだっていうのがすごいなんかもう刺激になったんですよ。いやー、ちょっと僕も早く楽しみで見たいんですけど。いや、もう早くね、中地さん出てもらってる回もね、ちょっと今まさに編集中なんですけど。あ、そうなんですね。はい、見てもらいたいです。聞きました。ちょっと出てるかもしれないんですよちょっとね、ちょっとね、まあ、何かしらの形で出てるかもしれないんでぜひあのお見逃しなくいやー、まあ、親父キャンプ飯っていうのはもうそもそも今シーズン3でまだ1、2があるような形で、はい、最初のなんか撮ろうかなと思ったきっかけって何だったんですか。まあ、2020年に、はい、まあ、あの遡るんですけど、はいはい、あのちょっと僕話長くなるんで、ちょっと待ってください。これあの劇中で主人公が使ってる椅子なんで。え、よかった。いいんですか。さてさ、ちょっとなんか色合わせてくれよかった。いいんですか。はい、どうぞどうぞ。失礼します。これはあれですね、カーミット。カーミットですね。昔の。昔のやつですね。そうですね。あの生地は張り替えてるんで新しいですけど、はい、かなり古いやつです。いや、ああ、主人公になっちゃいますね。ありがとうございます。いや、2020年。そうですね。2020年に、はい、まあ、あのコロナが一番こう流行った時というか、はい、あの、まあ、みんなが自宅から出てはいけないみたいな時あったじゃないですか。はいはい、うん、あの時に、まあ、僕たちも、まあ、普段から映像の仕事をしてるんですけど。はい、まあ、あの人と会えないし外出れないんで、もう仕事が本当ゼロになっちゃって、うん、で、まあ、何かしたいねってこう仲間と喋っていて、はい、で、まあ、当時みんな外に出れないけど何かしないといけないみたい な、うん、なんか頭があのパンパンですごいネガティブなこうタイミングだったんで、はい、もう30分間の何も考えなくていい時間を提供しようみたいなので、はいはい、でやっぱ外に出たい、自然を感じてほしいとか、はいはい、まあ、うまい飯をこう見てほしいとかっていう、うん、で物語には悪い人は出なくて、なんかそんなにこうすごい物語があるというか、うん、あのよりもなんかもう聞いてるだけでも理解できるような、あんまりこのアップダウンがないその癒しの30分間っていうのを作ろうっていうので、まあ、この親父キャンプ飯っていう構想に至ったんですけど、あ、そのまたキャンプ飯っていうのにしようっていうのは何だったんですか。まあ、その、まあ、美味しいご飯を食べるってまあすごいポジティブなことじゃないですか、はいはいはい、っていうのもあったんですけど、もともと僕があのよく行ってた中華料理屋があって、はいはい、もう本当にもうあの腰の曲がったおじいちゃんが一人でやってはって、はいはい、うん、で、まあ、そこが本当にある日その自宅から出ていいよってなった時に外に出て、はい、
で中華料理屋の前を通った時にもうその料理屋がなくなってたんですよ。もう閉店されてて、はい、でももぬけの殻になってて、で、まあ、本当の理由はわからないですけど、はい、まあ、もしかしたらそのおじいちゃんもコロナが原因で何かこう店を閉めざるを得なかったんじゃないかっていう、うん、まあ、そういうことを考えて、で、まあ、2階がご自宅だったんですよね。で1階がお店で、もう家自体が空っぽになってたんで、はいはいはい、あのおじいちゃんどうしてるのかなって考えた時に、うん、もしかしたらキャンプ場の片隅で、はい、なんかホームレスみたいな生活をしてるかもしれないみたいな、もうこれ僕の妄想ですけど、はいはい、なって、やっぱりそのコロナでそういう辛い思いをしてる人たちが他にもいるかもしれないし、でまたあのおじいちゃんにもこうなんか届いてほしいなっていうのもあって、まあ、主人公をそのおじいちゃんをモチーフにまあ描いて、で中華元中華料理屋の店主っていうキャラクターにして、でまあその YouTube で公開したのも、まあ当時はね、あの映画館とかもう行けない状態だったんで、一番見てもらえる可能性があるのって YouTube かなと思って、まあそういうのもあって見てもらいやすい環境でっていうので YouTube にしようみたいな感じで。そうだったんですね。じゃあもう本当にそのたまたま行ってた中華屋さんのもう妄想というか、あ、そうですね、実際はどうされてるか分からないですけど、うん、まあ、僕の妄想があって、で、はい、その今、まあ、親父キャンプ飯っていう、まあ、ストーリーがそこで出来上がったっていう、ね、そうですね、はい、あ、そんな、なんか面白いですね。ふとしたことを、まあ、まあ、映画にしようっていう形で。そうですね、なんかもともとなんか、まあ、キャンプは好きだったんですけど、うんうんうん、なんかキャンプが、まあ当時ね、すごいこう流行ったじゃないですか、うん、はいはい、なんかそのブームに乗っかろうとかは全然考えていなくって、なんかその前に、まあ、こんな流行るとも思ってなかったですし、あ、まあ、なんかそういうコンセプトで考えていたら、うん、まあ、タイミングよく、あ、まあ、あのキャンプの流行りとこう、はい、タイミング重なってたくさん見ていただいて、で、まあね、今ワンツーと公開してるんですけど、はい、まあ、スリーも作らせてもらってっていう感じで、そうですね、やっぱそういう流れだったんですね、はい、ちなみに3ってどういう、あれなんですか、滋賀編は滋賀編、そうですね、はい、あの、まあ、シーズン1が京都編で、はい、まあ、大体30分弱ぐらいのが6話ありまして、はい、でこれが、まあ、あの主人公が、まあ、60歳の坂本明夫さんという中華料理屋の元店主、うんうん、で、その一人娘があの宇宙飛行士をやってるんですよね、うんうん、でそうっていう設定で、はい、まあ、すごいこう夢を叶えた娘と、うん、まあ、夢を失ったというか、はい、お店を失った、うん、こうお父さんの、まあ、親子の話を描いてたんですけど、はい、でシーズン2は和歌山編で、はい、まあ、主人公は離婚してるんですけど、うん、その元奥さんが、まあ、キーマンとなって、はい、まあ、娘も出てきてこう親子っていうものをテーマに、あの描いていて、で、まあ、今回が滋賀で、はいはい、まあ、その、まあ、結構制作チームが関西多いんで、うん、こう関西を回ってるんですけど、うん、やっぱ滋賀っていったの琵琶湖があって、はい、そこら辺がもうキャンプの、まあ、聖地みたいな感じになってるん で、はい、で、まあ、いよいよちょっとあの滋賀編、琵琶湖を描こうっていうことで、あの、まあ、滋賀に入って、うん、で今回 の、 そのキーマンというか、はい、物語の軸になってくるのがその、主人公の、坂本明夫さん60歳からの恋っていうのをテーマに、恋、はい、いいですね。そうですね、まあ、その、ね、家族を、ね、描いてきたんですけど、はい、まあ、次何かなと思った時にやっぱりその人生の大きいテーマとしてやっぱり恋愛っていうものは外せないかなと思って、はい、いや、そのまあ、いいお年の恋愛ってどんなのかなっていう想像から、はいはいはい、まあ、あの滋賀県の片隅で、うん、女性管理人さんが一人で営んでる小さいキャンプ場があって、はい、うん、でその主人公は、まあ、あの日雇い労働とかバイトしながら生活をしてるんですけど、はい、まあ、そこのキャンプ場で住み込みで働かせてもらうっていう形で、まあ、そこの二人の関係っていうのが今回はちょっと描かれるっていう。いいですね。いや、もう楽しみでしょうがないですね。そうですね、まあ、すごい不器用な無口な主人公なんで、管理人さんも
なんかすごいなんかいい人っていうよりかは結構そのキャンプ場ってなんか口コミの評価悪かったりして、まあ、物語の中で、はいはい、で管理人さんがすごい不愛想とか、うん、管理人さんが評価を下げているような女性が登場するし、うん、でそういう不器用な2人の、うん、まあ、ちょっと恋がこう描かれていくっていう感じですね。皆さん見るしかないですよ。じゃあもうそういった物語が、12月の22日の夜9時から、うん、YouTube で、公開します。公開するということですね。はい、ぜひこの動画も多分その頃に上がってると思います。ありがとうございます。じゃあリンクを貼っておきますのでぜひそこから話ですね。ありがとうございます。あのそう劇中で、はい、あの東京クラフトさんのギアをちょっと使わせていただいて、ね、本当にありがとうございます。あのダイヤホート TC と、はい、このあマクライトは違うのか。マクライトはあでもね出てきます。あ出てくるんですね。はい、あのエンディングで、はいはい、あの各は毎回焚き火台が置かれていてそこにあの、まあ、焚き火されていて、はい、こっちにエンドロールが流れるんですけど。で全6話で毎回焚き火台が変わるんですけど。ああそうなんですね。はい、どこかで登場します。楽しみです、ね。いやじゃ本当にまあちょっと東京クラフトのギアも少し出てくるところですね。はい、あとあれだあのスリープモダンチェアも、はいはいはい、隠れてちょっとちょびっと出てくるところもあるんであのぜひ探してみてください。いやもうそれで松木さんのサイトに来たわけでやっぱり。ギアどんなのものを使ってるのかなって気になったので、うん、ちょっとギアも聞いていきたいなと思います。はい、じゃあ早速マクライト使っていただいて。そうなんです。なんかタナさんのチャンネルでマクライトドーンみたいな、はい、ちょっと狙ってる感があるんですけど。いやいやいや、でもまあ実際多分今年一番よく使っていて。 本当ですか。ありがとうございます。まあ、何十日とやっぱり年間僕もキャンプするんですけど、まあ使いやすいですね。 ありがとうございます。焚き火台ってどれくらい今持たれてるんですか。いろいろ持たれてると思うんですけど、10個以上持ってますね。あその中でもなんかマクライトってここ違うなみたいなことありました。まあ、僕ソロが多いんですよ。はいはい、でファミリーも時々やるんですけど、うん、で完全にソロの時って、はいはい、今年多分一番ダイヤフォート TC 使ってるんですけど。あ本当ですか。ありがとうございます。ちょっとゆったりしたいんですよね。あの山岳用とか完全なソロの本当に一人分だけのテントとかもあの時々使うんですけど、なんか結構僕あの本読んだりとか、なんか中でまあ脚本書いたりとかっていう仕事もするんで、そういうゆったり座ってしたい時にそのちょうどいいサイズ で焚き火もあの缶ソロ用のちっちゃいのだとちょっとこうゆったりできないので、はいはい、ちょうどいいサイズなんですよね。マクライトが。ありがとうございます。ようできてるなと思って、結構あの使い込んでる色になってるような。そうですね。はい。本当にありがとうございます。本当に。簡単ですしね、設営も簡単し、まあ燃えかすがもう全然残らないじゃないですか。ああ、そうですね。すごいなと思いますね。確かにまあそれプラス、まあ、捨てやすいっていうのも僕、あ、そうですね、僕結構、まあ、僕も焚き火台割と、まあ、マクライト以外のも使ってたんですけど、まあ、その撤収するとき、まあ、ロケとかでわはい捨てなきゃとかのときにすぐ捨てれるんで、まあ、なんか結構、まあ、個人的に一番そこが気に入ってるポイントかなとか思うんですけどね。よく考えられてますよね。いやありがとうございます。本当にでまたこれがカーミット、はい、これもじゃあご自身に使われてたんですか。これはあの僕のじゃなくて、あの結構その親父キャンプ飯って、はいはい、まあ、僕やスタッフの私物がたくさん劇中で使われてるんですけど、はいはい、うん、でこれはカメラマンの私物なんですよ。そうなんですね。一番僕らスタッフの中でも歴が長いキャンパーで、でも結構そのヴィンテージ的なものからいろいろ持っていて、はいはい、でこれもそのカメラマンの私物のカーミットチェアを使わせてもらっていて。 なるほど。僕の私物はこれです。これどちらのやつですか。これね、なんか100均の椅子みたいに見えるんですけど、はいはい、ダイスっていうところのブランドのやつで、めちゃくちゃコンパクトになりそうな。そうなんですよ。なんかね、こうしっかりしててちょうどいい可愛さなんですよね。生地も
あ、結構いい生地で、うん、そうしっかりしてて、ね、なんかね、ちょうどいいんです。ちょうどいいです。あれですね、増井さんのそのキャンプスタイルってどういうもの基準でキャンプ道具とかって買われるんですか？なんでしょうね、その結構まあドラマとかやっていて、いろんなそのキャンプギアとかも使ったり、はい、するんですけど、なんで なんかこう結構やっぱ景色がいいところが好きで、はいはい、全国いろんなキャンプ場行ったんですけど、うん、でその景色に合わせて、はいはい、こうテントとか選ぶんですよ、はいはい、あ、はい、なんでいろんなスタイルを多分やるんですけど、うん、でもまああんまりこうズボラな性格なんで、はいはい、まあすごい大変なものはしないんですけど、これとかも天幕のやつで、はいはいはい、で今回その激用車主人公の、はいはい、まあ、車で結構そのいろんな全国ポスター配り歩いたりしてるんで、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、はいはい、で、まあ、今回もこれでこう回ってる途中で来てるんで、はいはい、車がすごいこうちょっとレトロじゃないですか、ダサかわいいみたいな車と、なんか旅するならなんかちょっとこのレトロ感のあるテントかなみたいな感じで、なんかそういう風にこう景色となんか車とかとなんかセットで持っていくテントを選んでるような形で、それでなんか椅子もレトロなこう振るかわいいとかっていうようなギアにしようみたいな感じで、なんかそういう感じで、うん、なんとなくコンセプトとかを持って、はい、ゆるく合わせてるみたいな感じでやってますね。で何かしらの基準を決めてそこにちょっと合わせていくっていう形なんですね。こういうとかもすごい口が広いんで、はい、なんかインナーはなんかカワーがすごい近いサイトが、はいはい、今日ねたまたま空いてたんで、はいはい、やったら抜ける方がいいなとか思って、このテントに。そうですね。でもインナーは釣らずに、はいはい、なんか景色が大きく見えるようにしようとかっていう感じで。なるほど。このテントっていうのはその天幕のガレージテントってやつなんですけど、のやつで、なんかもう多分あんまり売ってないかなと思うんですけど、あんまり見ないかなと思って。そうですね。結構形自体は、はいはい、なんか昔のその骨組み組んで。はいはい、側を張っていくっていう感じの古い形なんですけど、ちょっとレトロさもありながら、うんうん、なんかいい感じのちょうどこの車といいサイズだなみたいな感じで、はいはい、今日はこれ使ってますね、はい、ちょっと仲いいですか、はい、これが、あ、なるほど、こういう風にフレームでできてるんですね。完全にマック仕上げてて、うんうん、まあ、フルクローズはできるんですけど、はいはいはい、なるほど、まあ、寒くなったら中でストーブで、うん、ストーブで行くような形、はい、ゆっくりする感じですね。で、あ、今中入ったんですけど、こっちとかもまた、これってどこのやつなんですか？これね、風待ち道具店っていう、はいはいはい、まあ、京都のおしゃれな、はいはい、うん、いろんなもう店主がめちゃくちゃこだわったギアを集めてるような、はいはいはい、キャンプ用品店があるんですけど、そこのオリジナルの、はい、まあ、ハンガーラックっていうんですかね。はい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 、はい、で、この2本に、うん、本当はまあこういう布地の、はいはい、風防が付けられて、はいはい、まあ、こういう形で、なんて言うんでしたっけ、風よけにもなる、はいはい、まあ、ハンガーラックみたいな形で。あ、そうなんですね。もすごい好きで、へー、これがもともとなんかこうやってくの字のやつがついてるからめっちゃ はいはい、かけやすくって設営楽で、うんうん、ああ、これあれですもんね、打って、ま、2本を打ってはめるだけですよね。そうですね、それだけで。はあ、これおいくらぐらいなんですかね。これおいくらぐらいですかね。全部セットで、はい、あ、でもめっちゃ適当なこと言いますけど1万ちょっとぐらいだったような気がします。はい、なんかガレージブランドみたいな感じなんですか。そうですね、風間さん自体はお店なんですけど、いろんな、一部、うん、オリジナルのギアとか作られてて、いろんな、はいはい、ところとコラボしてたりとか。
もうそれもじゃあ関西の方のお店。そうですね、あの京都でも今1店舗だけあるんですけど、まあ、僕の本当に住んでるところから近くて。あ、そうなんですね、はい、で、まあ、これ使われてるというわけなんです ね。なるほど、ありがとうございます。で、このあたりがまたザックが、これそうなんです、これすごいですね。これ何を入れてるんですか。これは今はもう着替えとか、はいはいはい、なんか歯ブラシとか、はい、そういう洗面用具とか、はい、すみません、あのあれなんですけど、でっかいですよ。これ何リットルなんですか。これ、これ何本でしょうね。60ですね。60、はい、ミステリーランチのザックで、ザックでミステリーランチが好きで、あ、そうなんですね。やっぱこの縦開きっていうんですか、うわすごい、これがもうやっぱキャンプだと取り出しやすくて、はいはいはい、こうやって置いてパッと出せるんで、これをずっと使ってますね。ここまでズガーって開くのいいですね。そうですね、これがめっちゃ取り出しやすいです、はいはい。まあ、ここに、まあ、衣装類、そうですね、はい、で、まあ、なんか車で行かない時とかはもうこれにキャンプ道具詰めて、あ、山とかちょっと行く時とかはこれで行くっていうような形なんですね、はい、行きますね。じゃ、この形で、まあ、ミステリーランチでいろいろあるってことですか。そうですね、はい、またこれもいいですね。これで一人でソロでも全然行けますしね。あ、そうです、そうです、はい、めっちゃいいです、ありがとうございます。で、そう、ラックにしてるのがこれポストジェネラルの、あ、ポストジェネラルなんですね。なんていうんですかね、あの、まあ、あのキャタツじゃないですけど、はいはいはい、ラダーって呼ばれるやつですかね、うん、まあ、踏み台、はいはいはい、なんですけど、うんうん、テーブル代わりに結構案外使い勝手良さそうですね。いや、めっちゃいいですね、うん、あの椅子にももちろんなりますし、はいはいはい、あの、まあ、全然人乗っていける、うんうんうん、あの強度があるんで。そうですよね、確かに。これ棚にすんで、また板とかつけたら2段ラックになりますもんね。あ、そうですね。おー、で、まあ、僕あの車中泊もするんで、はいはいはい、まあ、これで後ろ寝るときとかも、はいはい、まあ、これがあると結構物が2段でガーッと詰めるんで、あー、はい、なるほど、そっちに置いて、ね、端に置いてってことなんですね、はい、で、寝れるスペースを確保できたりするんで、はいはいはい、それにも使えるというわけなんですね、はい、で、このあたり、これ何ですか。これ、ティーヒーターっていうストーブですね。あ、逆になってるからあれですね。あ、そうですね、こうつけるやつの、つけて、はい、あ、これどこのやつですか。これね、韓国ですよね、ティーヒーター、たぶんもともとで、去年ぐらいから日本に入ってきて、で、なんかアウトドア雑誌の編集長が、はいはい、あの、増木さん、これはもう絶対いいですっつって、うん、あ、そうなんですね。で、そうです、まだ入っ韓国のどこかで買ったような、あのサイトかなんかで買ったような気がします。へえー、もうずっと使ってますね。あったかいですね。あ、じゃあもうソロ用な、そうですね、はい、1本でどれくらい持ちます。あ、でも全然持ちます。あんまり時間測ったことないですけど、はい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 、これで、うわ、もうガスがないとかっていう風に感じたことがないんで。あ、そうなんですね。あ、でも全然、じゃあ2泊とかでも。そうですね、うん、多分いけるのかな。ずっとつけてたらね、それはあれですけど、まあ、でもちょっと暖を取りたい時とか、まあ、これが大層な場合、あ、まあ、そうですね、ちっちゃい、うんうん、もうちょっとちっちゃい時、はいはい、テントの時とかこれを使いますね、はいはい、あ、なるほど、うん。で、隣のベアボーンズの、これまた、これなんか、これは見たことあるような。そうですね、ドラマの中で出てくる、はい、まあ、一応その宇宙飛行士の娘っていうのが、はいはい、まあ、すごい前だか賢い、うん、娘なので、まあ、その最新技術で開発されたロボットが、はいはい、このロボットなんですけど、それをベアボーンズに無理やりはめたっていう、まあ、あの物語があるんですけど、うん、まあ、それ、これ実際ライトつくんですけど。あ、そうなんですね、はい、あの、ライト代わりに使ってます今も。え、これってどこで、なんかどっかに頼んで作ったんですか。あ、これはね、美術さんが、あ、そうなんです、ね、ゼロから、はい、あ、作ってくれたんです。美術さんにも、密着取材の時に取材させてもらったんで。あ、本当ですか。話してましたこれ、はい、いや、これの話はしなかったですけど。あ、なるほど、あの、じゃあ2人組が、そうですね、作ってるんですね。めっちゃ可愛いでしょ。いや、可愛いですね。これ1、あの、あれですよね、シリーズ1ですよね。で、これ2ですね。あ、2か。和歌山の時に、はい、これがめっちゃ喋るっていう回があります。詳しくはシリーズ2を見てください。はい、いや、
渋いですね。これがこれも実は劇中で使ってる